競馬 V の競馬予想始まるよ。はい、どうも競馬 V です。今週日曜日ですね、中京です。中京のメイン、金古賞 G2 の芝 2000m 左回りですね。まあこれ1着馬に大阪杯優先出走権があるというレースなんですけど、まあ久しぶりですね、里のダイヤモンド。まあ強い馬と思うんですけど、まさかねこの間の凱旋も全く歯が立つという着順になってしまったんですけど、まあ当然多分輸送もあったんでね、そういうのもあってちょっと、まあ、日本でもし走ってたら分かんなかったかもしれないんですけどね。まあなんせ強いものは間違いないんですけど、まあ今回ちょっとね5ヶ月半の休み明けということなんで、まあ本気はまあ大阪へ向けてのまあ叩き台とは思うんで、軽く今回はちょっと見とこうかなと思っているんですけど、まあ普通に考えればあれですよね、スワブリチャードが一番僕はあれかなと思うんですけど、まあこのレースに関してのデータの分析というか、まあデータが出てるんですけど、勝ち馬9頭を含む17頭に芝 2000m で勝利実績があると。でうち勝ち馬7頭を含む連帯 14頭は2勝以上上げていったというのが出てるんですけど、あとコース実績もやっぱり未経験よりもあった方が全然率は高いみたいなんで、ねやっぱ牝馬が結構このレース来てないんで、ほぼもうオス馬ばっかりですんでね、まあ、そう考えたら普通に里のダイヤモンドが当てはまるんですけど、まあ中京はこの馬未経験なんでね、まあ今回この馬はちょっと僕は外そうかなと思ってるんですけど、まあスワブリチャードもね中京の経験はないんですけど、多分大阪杯に向けての、まあ、ここも落とすわけにはいかないというレースで考えてくるかなと思ってるんで、僕はちょっとスワブリチャードは素直に買おうかなと。で左回りに関してもね安定してるんで、まあそれをまあ強みもあるんでね、でやっぱ結構デニム&ルビーもいますしね、久しぶりというかまだ走らすのかということですね。で結構山勝エースもね確か去年1着でこのレース来てると思うんですけど、まあちょっと終わった感があるんで、ちょっと山勝はちょっと外そうかなと思ってるんですけどね。逆にこのメートルダールがちょっと自分の中では怖いんですけど、ブレスジャーニーもおるしね。でも多分一応僕はスワブリチャードがこの中でもいいかなと、今のとこね。スワブリチャードでもう一頭狙いたいのが僕はトリオンフですよ。こっちをね逆に軸でもいいかなと思っているんですけど、1000馬になってしまったんですけどね、こう連勝中で来ているっていうのもかなりの強みになるかなと。まあやっぱ走っていない馬よりここ最近まで走って連勝してる馬っていうのは結構調子づいてる馬の方がやっぱ怖いっていうのはあるんでね、まあトリオンフはちょっと狙えるかなと。こうね56でいけるっていうのもあるんで、まあまあまあね賞金的にもあるし、まあ4歳なんでね、まだまだ頑張れるあれがあると思うんで、まあ、今回は僕今のとこはこの見ての中はスワブリチャードと
トリオンフは怖いかなと思ってます。でこの レース自体結構荒れて、まあ、めちゃくちゃ荒れてはないんでしょう。まあまあ、あの中荒れぐらいのレースになってるんで、まあ、穴も含めてスワーブ・リチャード・トリオンフ、まあ、多分枠順見てからまた買うと思うんですけど、まあ、ちょっと穴っぽいとこも狙っていこうかなと思ってます。まあ、あのがっつりは多分買わないんで、ここはちょっとここのレースもちょっと見るレースかなと。里のダイムがどんぐらいのものに、回復してるんかも見たいんでね。まあまあ多分そこまで金額は払わないと思うんでね。まあまあまた買い目の方も上げたいと思うんでよろしくお願いします。ちょっと今回簡単なんですけどね、まあ、もしよければまたグッドボタンの方とグッドボタン、あと、コメントの方と、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントの方もねちょこちょこいろいろ言ってくれるんでありがたいんで、またいろいろコメントの方もお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしく。チャンネル登録、競馬VV。